え、これ立たないの？大きしてよ。あ、こんにちは、マロです。MacBook Pro 16インチをですね、メインマシンに変えて、環境も変えてですね、この新しいデスク環境で日々ですね、便利に使えるアイテムを探している私なんですが、 Apple ファン歓喜、ついにですね、最強の充電ドックが登場しました。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちら名前が長えな、ベルキンブーストアップチャージプロ 3-in-1 ワイヤレスチャージングパッド with マグセーフでございます。はい、フルネームめちゃくちゃ長いですね。一息で全部言うのすごく大変です。というわけですね、アップルの公式でも取り扱うベルキンからですね、最強の充電ドックが誕生しました。僕はね、今回アップル公式ページで購入したんですけども、なんかアップル公式では先行発売されてたみたいなんですけどね、23日からアマゾンなんかでも予約が開始されてるみたいで、アップル公式以外でも購入できるようになるみたいです。お値段がですね、17,800円とね、非常に高価な充電ドックとなっております。で、こいつはですね、何が最強かと言いますと、最新シリーズの iPhone のマグセーフに対応しております。 15W の大出力で急速ワイヤレス充電が可能となっております。もう一つ最強であるポイントがございまして、この Apple Watch の充電部分がですね、 Apple Watch シリーズ7の急速充電に対応しております。マグセーフの iPhone とアプローチシリーズ7が最速で急速充電ができる、メイド4マグセーフとメイド4アプローチ認証を取得した世界初の充電ドックでございます。アプローチのシリーズ7はですね、付属されている USB-C に対応した純正のケーブルと 18W 以上の充電器を併用しないと45分で 80% 充電ができる、この急速充電機能っていうのは使えなかったんですよ。でも初めてアップル純正以外のアイテムでも充電できるようになったのが、この新しいベルキンのアイテムなんですよね。それではアップルウォッチとね、マグセフ対応の iPhone が本当に急速充電できるのか、ちょっと試していきたいと思います。それではね、新しいブーストアップチャージプロを見ていきたいと思います。ちなみにですね、以前も僕 iPhone と Apple Watch と、AirPods なんかをね、充電できるこちらブーストアップチャージプロね、使ってましたね。こいつもね、便利でいい充電ドックでした。ちょっとね、高さとか、そう、立体的な構造になってるんで、モニターなんかに干渉しちゃってね、ちょっと設置場所に悩むっていうことがありましたけども、それではオープン。よいしょ。はい、こちらがですね、本体なんですけども、よいしょ。はい、こちらでございます。前作と打って変わってですね、かなり平たい充電ドックになってますね。カラーもね、ホワイトとブラックがあるんですけども、今回ですね、僕ブラックカラーを選びました。ホワイトはね、さすがに1年使ってるせいか、ちょっとね、黄ばんできてるんですよ。ですから今回はブラックカラーを選んでおります。その他付属品なんですけども、こちら、USB-C でつなぐタイプではなく、付属にですね、このように給電用のアダプターがついております。出力がですね、最大 15V 2.67A ということで、だいたい 40W ぐらいの出力の結構強力なアダプターがついてますね。ですからこれ、3つのアイテムを同時に充電しても、急速充電が可能っていうことですかね。後で試してみましょう。で、あとは簡単な説明書関連ですね。で、これが Apple Watch の充電部分でしょう。こいつをポチッと立ち上げることができます。で、早速気になったんだけどさ、これこのマグセーフの充電台なんですけど、これね、立ち上がらない。え、これ立たないの？おっきしてよ。マジか。これも立てることができて、 iPhone ですね、こう立てかけられたらすげえ便利だなと思ったんですけど、これ立たないのか。うわ、早速ここちょっと個人的には残念だなと思います。やっぱりこうね、立ち上げた方がメールとかその通知の確認しやすいのでね、平らにしか置けないみたいです。なんで立たない仕様にしたんだろうね。 Apple Watch はちゃんと立つのに、これちょっともったいないな、絶対立ってほしいよっていう意見多いような気がする。大きさはですね、横幅がだいたい 23.5cm、 そして奥行きがですね、だいたい 8.5cm となっております。土台の厚みはだいたい 1.5cm ぐらいかな。 13 Pro Max と比較すると、こんな感じですね。で、この黒い部分がですね、ゴムっぽいと言いますか、シリコンタイプの素材になっておりまして、
これ結構ホコリは付着しやすいし目立つよね。特にうち猫ちゃんがいるから猫ちゃんの毛とか張り付いて結構ね目立ちそう。黒も白も結構悩みどころだな。なんかホコリのつきにくい素材にしてほしかった。手触りはめっちゃサラサラしてていいんですけどね。でもね、僕この Apple Watch も急速充電できる充電ドックずっと欲しかったんですよ。なんでかと言いますと、以前ね動画でもお話ししたことあるんですけど、基本僕ねデスクで作業することが多くて、 iPhone は、充電台にずっとつけてられるからあんまり充電がねやばいってなることないんですけども、アップルウォッチは別なんですよ。ずっと身につけてるとやっぱり充電できませんから。で、昨日みたいにですね、朝から使っていて夕方とかにご飯行こうとかちょっと出かけようってなった時に、あ、充電やべえんじゃねえかっていう時があるんですよね。こいつ24時間使えないから。で、前日からずっと使ってたっていうこともありますので、どっちかというとこのアップルウォッチの方が充電やべえなってなることが最近めちゃくちゃ多いんですよ。ですが45分で 80% 充電できる、急速充電対応だったら、準備してる間にある程度充電してくれるという、このアップルウォッチの急速充電に対応した充電器っていうのが欲しかったんですよ。ですから今回の充電ドックは僕にとってはもううってつけですね。裏面はですねこのようになっております。なんかほんとでかい板っていう感じでも、ベルキンのアイテムもさ、シンプルなデザインで高級感もあってかっこいいよね。その分値段はね結構しますけどね。そうだね、実際に使っていきたいんですけども、アダプターをコンセントに挿した後はですね、この底の面の後ろの方にですね電源ポートがございます。ここにですねケーブルを横から入れて突き刺して、でケーブルをこの溝に合わせて設置します。ケーブルが背面から綺麗に通るようになってますね。そしてここにですね iPhone なんかを載せていくんですけども、あー、やっぱり黒は結構ねほこり目立つわ。あー、失敗したな。多少基板でも白の方が良かったかな。それではですね実際に充電してみましょう。まずは iPhone、 こちらのマグセーフ充電台に乗せると、はい、このようにですねちゃんと充電できております。で、マグセーフですから当然磁力でねがっちりくっついてまして、このプロチャージャーがですね持ち上がるぐらい強力にくっついてます。すごいっすね。そして真ん中ではですねこういった AirPods などを充電します。ほい、ちゃんと充電できてますね。ランプついてます。で、この本体のここにも LED がございまして、真ん中の台を使用するとここが点灯するようになってますね。で、真ん中はですねちょっとくぼんでるんですけども、一応ですねここでも iPhone が充電できるようになってますし、こっちマグセーフの充電台ですから、こういったマグセーフに対応したケースの AirPods だと、はい、がっちりくっつくようになってます。そして最後にこちらで Apple Watch、はい、ちゃんと充電できてますね。このように3つのデバイスを同時充電することができます。あー、やっぱりこの Apple Watch まで充電できるのは便利でいいよ。でもやっぱりこの iPhone の充電台はさ、立ち上がるようにしてほしかったよね。ちょっと構造上ね難しいかもしれないですけど、立てかけてね充電できる充電ドックだったら、個人的にはさらに良かったのかなと思います。で、マグセーフだとかその Apple Watch の急速充電に対応してるのは非常に嬉しいポイントなんですけども、ですからこういった個別で充電すると当然急速充電は可能ですよね。で、僕が気になるのはですね、こうやって3つのデバイスを同時充電してる時も果たしてそれぞれが急速充電されてるのかっていうところですね。今回の充電ドックだとこの iPhone と Apple Watch が同時に急速充電できるのかっていうところですよ。それをですね検証していきたいと思います。それではですね充電速度を検証していきたいと思います。こちらにですね空っケツの iPhone13 mini がありますけども、こいつを充電、そして同時にですね AirPods も充電、そしてこちらにもね同じく空っケツの Apple Watch Series 7がございますので、最後にこいつをセット。はい、この3台同時充電で、果たして高速充電されているのかどうか見ていきます。 iPhone13 mini はねマグセーフの急速充電だったらだいたい2時間から2時間半の間ぐらいにはフル充電されるはずですね。そして Apple Watch の7はですね、45分で 80% の充電が可能なはずです。それでは一度45分後にですね、チェックしてみたいと思います。はい、というわけですね45分が経過したところ、ちょっとね充電どうなってるのか見ていきましょう。まずですね Apple Watch シリーズ7なんですけども、はい、充電がですね 88%。 おー、めっちゃ早いじゃん。公式の設定より早いっすね。45分でもうフル充電っていう感じですよ。いやー、これはすごいしめちゃくちゃ嬉しい。
3台同時に充電してこの速度ですからね。そして iPhone 13 mini なんですけども、これ見てください。 mini もね45分で 50% 充電できてますよ。まあ、13とかね、13 Pro Max とかになるとね、もうちょっと時間はかかると思うんですけども、メイン機の mini でもね45分で半分充電できてるの、これは早いわ。単純計算だと1時間半でねフル充電できる速度なんですけども、まあ、最後の方はね出力の調整が入るので、まあ、100% になるまでねかなり時間はかかってしまうんですが、でも2時間くらいだったら十分に充電できそうな速度ですね。はい、というわけでですね、1時間8分33秒が経過したところで確認してみるとですね、はい、充電が 100% になっておりました。いやーすごいね、公式よりも若干早いですよ。まさにね、アプローチシリーズ7最速で充電できる唯一無二のね、ドックじゃないでしょうか。 iPhone もですね1時間8分で 67% と非常にねいいスピードで充電してくれてます。まあ、高速ワイヤレス充電のためか本体はほんのり暖かいですね。あっちあっちではございません。では最後にですね、 iPhone のフル充電までの時間を計測してみたいと思います。というわけで2時間16分が経過したところなんですけども、はい、 iPhone 13 mini 100% フル充電完了しました。iPhone 12 mini がねマグセーフの急速充電でだいたい2時間10分くらいで、まあ、13 mini になってバッテリーの容量アップしてますんでね、まあ、その分ちょっと時間かかっちゃったかなっていう感じです。バッテリーの最適化オフにしてたんですけどね、やっぱり最後の出力調整でかなりマイルドな充電速度になってしまいました。いやーでもこれは素晴らしい速度ですよ。3台同時に充電してもね iPhone も Apple Watch も急速充電してくれるっていうね、この速度はめちゃくちゃ安心感がありますね。急な外出でもドンと来いっていう感じです。そして個人的になんですけども、平らな設計になってますので、こうやってモニターアームを使っているとモニターのすぐ下に設置できるっていうのもいいポイントですね。やっぱりねこういう充電ドックって自分が作業するねモニターの近くとかにある方がめちゃくちゃ使いやすいんですよ。以前のチャージプロもねこの辺りに設置したかったんですが、かなりね立体的な作りになってますので、まあ、ガツガツとねモニターに干渉しちゃうんで、ちょっと離れにね置くしかないっていう感じだったんですけども、まあ、これだったら作業しながらでもパッとアクセスできるのがいいですね。まあ、僕モニターの下にですねヘッドホンアンプだとかオーディオインターフェースをね設置してるんですけども、そういった空いてるスペースにですねこうさっと設置できるのも嬉しいです。いやーこれでワイヤレス充電かなり快適になるんじゃないかな。というわけですね、ベルキンの新アイテム、新しいブーストアップチャージプロ紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。もう充電速度にはね文句なしですね。 iPhone も Apple Watch もまとめて急速充電してやるっていう感じでめちゃくちゃ頼もしいです。全 Apple ファンにおすすめしたいところなんですが、注意点もございまして、まあ、当然マグセーフ対応ということで iPhone 12シリーズ以降のマグセーフに対応した iPhone しか急速充電することができません。まあ、ワイヤレス充電なのでこういった iPhone 11 Pro とかでも使えないことはないんですが、まあ、がっちりくっつくわけでもないし急速充電できるわけでもないので、高いお金を払ってあえてこれを選ぶ必要はないということですね。そしてもう一つ最大の注意ポイントがございまして、 Apple Watch の急速充電の恩恵を受けることができるのはこのシリーズ7のみだけです。それより前のシリーズ6だとか SE ではこの急速充電の恩恵を受けることはできません。ですから Apple Watch に関しては最新モデルのみということで、その点がねちょっとニッチなアイテムではあります。ですが今年ですねシリーズ7を購入された方にとっては最良の充電ドックと言っていいと思います。また概要欄にですねリンク貼ってますので、気になる方は一度チェックしてみてください。これからこいつでバチバチに充電してやるぜ。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。